レオポルド・ノビーリ・ノビーリの権流系レオポルド・ノビーリは19世紀初めのイタリアの物理学者、発明家。熱力学や電気化学の研究のための様々な装置を発明し、イタリアにおける電磁気学研究の先駆者の一人とされる。ガルファニアーナのトラシリコに生まれた。モデナの士官学校を卒業して技術商工になり、ナポレオン一世の1812年ロシア戦役に、 参加した。その後は物理学の研究、特に電気現象の研究に専念するようになり、八百二十五年には無定位建流計を発明し、初期の電磁誘導装置なども設計した。また、八百五十年に赤外線などの研究を行ったマセドニオ・メローニと共同で熱伝体や電流計を使った研究を行った。八百三十二年、 レオポルド2世にフィレンツェに呼ばれ、王立物理学、自然史博物館の物理学教授に就任し、当時のイタリアの科学界を指導者である、ヴィンチェンツ・アンティノーリラと共に物理学を教えた。ありがとうございます。